10月、爽やかな気候とともにやってくるスポーツの秋。今人気急上昇しているスポーツ、それはスケートボードなんです。きっかけは友達がやっててでかっこいいなと思って、これからまあ楽しくやっていきたいです。スケボー歴2ヶ月です。スケボーしてる人とちょっと仲良くなれたり、友達が増えたり、楽しいからやめられないみたいな感じです。東京オリンピック以降、子供から大人まで人気沸騰中。この秋、思い立ったら始めるチャンスかも。鳴門市にあるスポーツ施設、渦パーク。西日本最大級の広さを誇るスケートパークに集うのは、スケートボードを楽しむ人たち。スピード感ある爽快なライディング、トリックと呼ばれる巧みな技、かっこいいですね。これはやってみたいという方多いはず。スケートボードといえば、県内有数の品揃え、紫スポーツ。担当の川人さんに現在のスケボー人気について聞いてみると、まあ、学校で流行ってるだとか、オリンピックを見て始めたいって思った方もいれば、オリンピックを見て子供にさせたいっていう親御さんが結構多いですね。まあ、30代ぐらいの方からお子さんまで結構幅広く始めたいって言ってもらえるのは結構嬉しいことですね。これから始めたいという方にまず必要なのはスケートボード本体。最初は安めからがいいっていう方が多いので、まずこういった感じのコンプリートと呼ばれるものがあるんですけど、トラック、デッキ、ウィールの中に入っているベアリング、これが全部セットになったコンプリートっていうものをおすすめさせていただいてますね。やっぱり一番の特徴は安いですね。板の大きさなどはどのように選べばいいんですか？身長とかを基準にして選ぶことが多いですね。細ければ細いほど幅が狭いので、少し安定感は悪くはなってしまうんですけど、やっぱ軽いっていうのと、やっぱ取り扱いがしやすいっていうのはありますね。自分仕様にカスタマイズしたいという方は、部品をバラバラで購入し、操作性や重量などを自分好みに。さらに好きなデザインで個性を出せるというのも醍醐味です。お子様だとやっぱりこけるのに慣れてないっていうこともあるので、ヘルメットとプロテクターは結構大事になってくると思いますね。やっぱり肘とか膝とか、やっぱこけた時につきやすい部分だと思うので、やっぱりそこを守るのが結構大事だと思います。その他メンテナンスのことや初心者のお悩みは経験者のスタッフが教えてくれるので、ご安心を。スケートボードの魅力ってどんなところですか？そうですね、やっぱりスケートボードは、まあ、やってて楽しいっていうのは一番ですね。もう一回やってもらったら絶対にハマると思うので、ぜひ一度やっていただきたいですね。注目されるスケートボード、人気に後押しされ、こんな場所でも。現在、整備が進められている徳島東環状線の高架下。このスペースを有効活用しようと、地域住民や学生が意見を出し合ったところ、一つの案として出たのがスケートボードでした。この日、にぎわい作りのための実証実験の一環として子ども向けの教室が開かれたんです。
初心者が最初にするのが基本動作、乗る、進む、止まるの練習。慣れないうちはまず乗ること自体が難しい。スケボーはバランス感覚が大事です。足は縦方向に向いとると思うんやけど、それをホップッシュした時に後ろ足を乗せて、この前足の向きをこう横に変える練習をします。後ろの足を曲がってるところに乗せます。 OK です。みんないい感じで2回プッシュします。後ろ足乗せます。横に向けます。こんな感じで、はい、置いて前足横にして、また縦にして下ろしてブレーキ。デッキの上でうまく重心を移動すると向きを変えることができます。バランスを崩さないようにと、ちょっとコツをつかんできたかな。今日はどうでしたか？楽しかったです。いろんな技をしたとこが楽しかったです。左足に体重をかけるなどのことを学びました。どうしてやってみようと思ったんですか？なんか友達、お父さんの友達がなんか誘われたからやろうと思いました。もうちょっとうまく滑れるようになりたいです。キッズが熱中するスケートボード、もちろん大人も楽しめるので、お父さんお母さんもハマるかもしれません。プールでアクティブに過ごしたいなら、この秋はスケートボードで決まり。